準備は万端だ。こいつはスパイダーショック。倉庫に屋上から潜入する必要がある。こいつならそれができるんじゃないかと思った。ああ、こいつならお茶の子さいさいだぜ。では、早速試してみましょう。頼んだぞ、ひだり。それじゃあ、ひとっ走り行ってくるぜ。よし、準備完了だ。これはダイヤル式ロックですね。案外近くに手がかりがあるかもしれない。探してみるか。どうだ。こいつが電子キーだ。こいつなら。
のに行くぜ。そうか、マキシマムドライブ。ダッキー。もんなら止めてみな。おら、さあ、よし。リンゴだぜ。先を急ぎましょう。研究所のロックが解除できました。よし、それじゃ出ていくとしようぜ。待ってください。今敵の反応があったような。近くか。注意が必要だな。どこ？あの子に用があるんだけど。若菜姫、生きていたのか。あら、クレイドールの力を忘れたの？再生したってわけか。この無限の再生力で、あなたたちが死ぬまでなぶり殺してやるわ。誰だよ、こんな時に電話なんて。サイクロンジョーカー。翔太郎、電話には出るものだよ。
悪い、ちょっと立て込んでてな。要件を言うならこっちの方が早いだろ。君はいつもピンチだね。話したいことがあったんだけど、まずはこっちに集中した方が良さそうだね。俺は一人じゃ何にもできねえ半人前の探偵だ。だから半分力を貸せよ相棒。ああ、僕たちは二人で一人だからね。サンキュー、お前はやっぱり最高の相棒だ。さあ行くぜフィリップ。さあお前の罪を数えろ。の再生能力をどうにかしねえと。こんなこともあろうかと連れてきておいたよ。あれはエクストリームメモリWhat?
ダブルエクストリーム。よし。やっぱり二人で一つのダブルだな。戻ってくれて助かったぜ。でもフィリップ、これでよかったのか？若菜姫はお前の家族？翔太郎、いいんだ。僕にはもう家族がいる。フードのみんな、照井龍に秋ちゃん、そして翔太郎、それが僕の家族さ。嬉しいこと言うじゃねえか、相棒。あれ、ダブルになってる。フィリップさんと仲直りしたんだ。ああ、やっぱり相棒と一緒じゃなきゃな。それでフィリップ、なぜ機嫌を直したんだ？翔太郎と別れた後、僕は僕でゼウスの目的を調べようと思って星の本棚に入ったんだ。何か分かったのか？ガイアメモリ、フォアメダル、ネバー、フォアエナジーによる3つの技術の融合、そして多くの命を犠牲にして死を超越した怪人を作ろうとしているようだ。そんなこと許されるわけがない。それを財団 X は指示したのさ。不死身の兵士を開発するビジネスとしてね。そんなふざけた計画、絶対に止めてみせるぜ。これ以上犠牲は出させない。今ここにいる俺たちがやるしかない。私も微力ながらお手伝いさせていただいてもよろしいですか？ああ、もちろんさ、アイ。アイ、君のことも星の本棚で調べさせてもらったよ。君を疑ったのは僕の間違いだ。すまなかったね。いえ、私の方こそ疑われても仕方がない立場ですから。結果的には今回は翔太郎の勘が正解だったってことみたいだ。それでフィリップ、アイダ博士については何か分かったか？アイダ博士はもともとゼウスと交流があったようだが、事故後の消息については不明だ。そうか、まあいい。それだけ分かれば上出来さ。これでいよいよ研究施設か。アイダ博士の手がかりもきっとあるはずだ。